次に柚木道義君。はい、委員長。柚木君。民主党の柚木道義でございます。本日は、この国会初めての質問の機会を賜りました。委員関係各員の皆さんのご配慮に心より感謝を申し上げ、また私自身は実は通算すると70回目のですね、国会の質問ということにもなります。一つの節目の質問ということでもありまして、しっかりと質疑させていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。まず前半はですね、先ほど伊佐委員の方からも一般用医薬品の販売とインターネットの関係ですよね、質疑をされておりまして、多少重複するところもございますが、これは大臣の方にいくつか質問をさせていただき、また途中からはですね、今民主党の柚木ですと言ったんですが、超党派イクメン議連というものをですね、この間ご参加の先生方も今日委員の中にいらっしゃるんですが、超党派の立場でですね、当時の自民党の代表世話人を務めいただいていた田村大臣にですね、途中から質疑の方をさせていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。それではまず一般用医薬品の販売とインターネットを用いた医薬品販売のあり方につきまして、2、3質問させていただきたいと思います。ご案内のように薬事法の定める一般用医薬品の分類でございますけども、そもそも1類、2類、数字で区分するのがですね、一般の方からするとなかなかそもそも分かりにくいのではないかという指摘もございます。で、例えば海外などではですね、もっと分かりやすく、例えば薬剤師薬とか薬局薬とか、消費者に分かりやすいネーミングとなっているようでもございます。それで薬事法の法文を読むとですね、第一類薬品というのは薬剤師の関与をより明確化させるものと理解をいたします。そうであるならばですね、薬剤師が積極的に関与する薬品という意味で薬剤師薬品などという名称も考えられるのではないでしょうか。その方がですね、薬剤師の皆さんも、自ら積極的に関与していこうというモチベーションも高まるはずでございまして、最近言われるようにですね、薬剤師不在の薬局というようなことから脱却できるのではないかと思うんですが、薬品の分類についてネーミングも含めて、検討いただけないか、田村大臣に伺います。田村大臣、厚生労働大臣。名称の話、一般用医薬品に関していただきました。薬事法改正、平成19年にですね、第一類、第二類という形で、第三類まで含めてですね、名称をつけてきたわけでございまして、そういう意味では、やっとですね、周知されてきたところで、名前を変えること自体ですね、また混乱が生まれるのではないのかなという気もいたします。一方で、委員おっしゃられたとおりですね、もう分かりやすい名前をつけてしまえば、それだけあといろんな問題が起こらない可能性もあるんであろうというのも、それは言われるご指摘、理解するところでございます。これから今インターネット等の販売に関しましてもいろんな議論を検討会でしていただいております。私の方もですね、先生のご意見、しっかりと踏まえながらですね、いろんなご議論はさせていただきたいというふうに思います。委員長。柚木君。ありがとうございます。ぜひ本当に一般の利用者の方、患者さんに分かりやすいネーミングというものをぜひ議論を進めていただければと思います。で、次にですね、医薬品のネット販売のルール検討会、省内で開催されていると承知をしておりますが、ここではですね、郵便等の配送の質の保証にも踏み込んだ検討がなされているのかどうか、これ確認をさせていただければと思っております。で、またですね、ネット販売をする業者の方がですね、特定の商品に限って販売するようなものであればですね、例えば、薬物の乱用を助長するとか、あるいは劣悪な商品を売りつけるようなことが、あってはならないわけですが、そういう懸念も私は生ずると思っております。あるいは営業の継続性ですね、この継続性をあえて行われないような業者であったりしては、これ医薬品流通に大きな支障をきたすことにもなると思っております。従いまして、ネット販売のルール作りにあたりましては、事業者が従前の薬局等の施設基準を満たす、いわゆるリアル店舗ですね。リアル店舗をきちんと構えているかどうかというのは、一つの重要な論点だと思います。こういった問題について、国民の健康を守ると所信でおっしゃられている大臣のご見解を伺えればと思います。田村厚生労働大臣。
まずはその郵便等等で販売する場合、そのまあ運送といいますか輸送等々ですね、ここで品質しっかりと確保できるのかという話であったと思います。まあそもそもこれ薬品を保管する場合もですね、やっぱ湿度でありますとか温度、それから直射日光等々やっぱり気にしなきゃならんわけでありまして、それは当然輸送するときもですね、そういうものを考えなきゃならんわけでありますね。でまあ、特に液体なんかの、まあ、シロップのせき止めでありますとかそういうものに関しましては品質が変わりやすいということもございますので、まあ、そういう部分も今後この検討会の中でいろいろと ご議論をいただけるものだというふうに思っております。それからもう一方で、その、まあ、無店舗で、インターネットだけ配送するようなそういうような、まあ、薬局、薬店というものは認めるのかという話なんですが、まあ、そもそもやはり、店頭で売るということが、まあ、薬局や薬店の前提となっておるというふうに認識いたしておりますから、まあ、そういうものは認められないというふうに思っておりますし、実際問題は日本オンラインドラッグストア協会等におきましてもですね、そういうことは前提に考えていないというお話でございますので、まあ、そういうことにはならないというふうに理解をいたしております。はい、委員長、与田君。もう大臣がしっかりとしたご見解をお持ちということで安心をしたところでもございます。まあ、先ほどの伊佐委員からもやはり利便性と安全性という部分ね、本当にございますので、しっかり今のご所見の中で議論を進めていただければと思います。もう一点ですね、まあ、そういった中で医薬品販売の現状という観点から質問をさせていただきたいと思っております。先ほども少し申し上げましたが、第一類医薬品の販売について薬剤師が積極的に関与していない、まあ、あるいはできていないというべきなのか、まあ、そのようなデータが政府の、まあ、これは覆面調査というんでしょうか、多々報道もなされておるところでございます。まあ、薬剤師の方が第一類の薬品をきちんとこう販売できていないと、まあ、こういうことですとですね、まあ、例えば具体的に言えば現行の薬事法が規定します書面を用いての説明、まあ、これも十分に行われていないという状況と言わざるを得ないと。まあ、そうするとですね、まあ、対面販売が必要重要だと主張をしたとしてもですね、まあ、そこは今一つ国民からしてみれば説得力に欠けるということなんだと思うんですね。ですから、まあ、国民目線からいたしますと、書面などなくとも、まあ、自分で使うことができるし薬剤師さんに説明してもらわなくても使えるよと言われてしまってもですね、まあ、現状からすれば仕方がない部分があると言わざるを得ません。でリスクが高いから薬剤師の方が積極的に関与する第一類医薬品を規定したということであれば、まあ、そのリスクを軽減するために薬剤師の方が何をできるのかを国民に明示する必要があると思います。政府はですね、第一類医薬品の販売で、まあ、十分な働きができていないという現状にある薬剤師のこの部分に対しての対応ですね、まあ、どのようにお考えなのか、まあ、現状をどのように脱して国民が望む情報提供をするようにしていくのか、あるいは職能としての薬剤師にどのような役割を期待しているのか、大臣のお考えをお示しください。高敷大臣ということで基本は高敷政務官。あ、そう、すいません、ご質問についてお答えさせていただきます。私も薬剤師でございますので、両方の立場からお答えさせていただきたいと思います。委員ご指摘のとおりですね、平成23年度の調査結果によりますと、専門家による情報提供を求める販売制度の定着は進みつつあるというふうに報告は受けておりますけれども、しかしながらですね、第一類の医薬品の販売の際に文書を用いた説明が徹底されてない事例が見られたところでもあります。ということで今後もですね、こういったことがないように販売の定着をきちっとですね、文書でも徹底されるようにこれからも図っていきたいと思っております。薬剤師としましては、やはりチーム医療、これから特に在宅医療などでは重要な役割をですね、果たしていくと思いますので、障害学習の充実など、質の向上に努めていきたいと思います。ありがとうございます。稲垣君。はい、ありがとうございます。ぜひそういった実態を伴った形にですね、なるようにお願いをいたします。それではちょっと残りの時間ですね、冒頭申し上げましたまあ、イクメンプロジェクトというんですけれども、まあどちらかというと本来ならば、まあ、女性支援の一環だとも思うんですね。まあ、この点を踏まえながらですね、質疑をさせていただきたいと思っています。
実は先ほど申し上げました超党派のイクメン議連と申し上げましたが、田村大臣が自民党さんの代表世話にお務めいただいていて、現在は福岡部門座長さんが引き継いでいただいてということで、公明党が谷合先生で、今日は古谷先生今おいでになりませんが、メンバーに入っていただいていたり、あるいは維新の会の上野先生もおられますし、先ほど伊佐先生もお越しをいただいたりですね、もういろんな各先生本当においでいただいてまして、これはみんなの党の先生ももちろんおいでいただいたり、ちょっとその他の先生も今日委員会にいらっしゃるんですが、よかったらぜひご参加お願いできればと思うんですが、私自身も2歳の娘がおりまして、妻がもう育休から復帰をして、この4月からは、今短期間勤務ということでやってるんですが、もうフルタイムで勤務になると。で保育園霞が関の文科省の中にあるわけですが、2歳児で私がその妻の勤務が変更するのが分かった時点で応募したら、待機児童7人目なんですね。私もちょうど財務政務官時代なんか特に妻が仕事で出張で帰ってこないようなことがあるもんですから、本当に7時ぐらいに送って、10時11時ぐらい、最後の一人にも寝てるような状態で迎えに行って、地下鉄で一緒に帰ってくるような、日々も送っておりまして、これはもちろん私がということじゃなくて、私ができないときには妻が当然やってくれている。でどちらもできないときには、まだうちはたまたま、実家に妻の母が、見ていただけるような環境もあったりしてですね、なんとかやりくりしてるんですが、今後どうなることやらというのが、我が家の実情実態でもあります。私の場合にはたまたま出産に立ち会う機会をいただいたりですね、その前両親学級などにも参加をする機会もいただいたことも含めて、自分もしっかりと、可能な範囲で家事育児をシェアしていかなければというような、問題意識の中で、もちろんどういうか問題とか負担ばかりじゃなしに、喜びもあればそういう意味では負担もあるというのが現実だと思うんですが、そんな中で各党の先生方とですね、これは特に超党派というのがポイントでありまして、ある意味社会保障と安全保障を特にこれ政権がどうなろうがしっかりと継続的にやっていかなきゃいけないと、国民会議も含めてですね、そういう問題意識の中で、ここはイクメンという一つのその取り組みにスポットを当てて、取り組ませていただいているということでございます。イクメンだけではなくて、最近では育児というですね、実は顧問に各党の厚生労働大臣経験者の先生、自民党さんでは川崎大臣、尾辻大臣、公明党でいえば坂口大臣、うちでいえば長妻さんということで、それぞれ大臣経験者にも顧問になっていただいてたりするわけですが、この育児というのも、経営者管理職の年代の方々も含めてのご理解がやっぱり重要だと考えると、重要な視点だと思っています。さらには最近ではイクメン活動を通じて地域で子育て活動に積極的に参加をするイキメンですね、地域で育児参加と、こういった方々も取り上げられるような状況にある中で、これぜひですね、今後、大臣がもちろん先頭に立って、そして超党派ですから各委員の先生方にもですね、お力添えいただきながらしっかりと前に進めていけたらと思っています。でちなみにこの育免議連は老若男女、既婚未婚、お子さんの全く関係ありません。すべての方にお声掛けもさせていただき、すべての方がまさに例えば結婚、出産、子育てやっていこうと思っていただけるようなことを目指してもおりまして、すべての皆さんの視点をいただきながら前に進めていけたらと思っているところでございます。で、実は今回この超党派育免議連というのは昨年総理官邸あるいは厚労省財務省への申し入れ、田村大臣もご同行いただいた部分も含めて、イクメンアクションプランとかですね、イクメン政策宣言とか、端的に言えば男性の育休取得率を、3割を目指すとか、育児イクメンも増やしていこうとか、そういったことを、具体的な行動プランとして掲げて申し入れをさせていただいたわけですが、現在の安倍政権の中でもですね、肝入りの若者女性活躍推進フォーラムですね、大臣もメンバーの閣僚でいらっしゃいますが、そういったところで、まさに具体的に前に進めていくという決意も表されているところでございます。ちなみにダボス会議で有名な世界経済フォーラムが昨年発表いたしました男女平等ランキング、日本は135カ国中101位、前年が98位ですからダウンしていると。他方でベスト5はアイスランド、フィンランド、ノルウェー、スウェーデン、アイルランドということで、北欧が独占されています。
なぜこういうことを申し上げるかというと、まあ、日本のモデルになりうる育免先進国のノルウェーではですね、93年時点では男性の育休取得率が 4%、 それがパパクォータ制度を導入して女性の方が1年育休中に男性が1ヶ月半取得すれば育児休業給付金が10割受給できる、逆に言うと取得しなければできないと、まあ、そういった制度を導入したら3年後に 70% の男性が育休取得、さらに3年後に 90% の男性が育休取得ということになって、出生率も V 字回復で2ポイント程度、 OECD では第3位、さらにはその後の制度改定でこういった効果もあったことから、さらに男性の法定育休期間を2ヶ月半に延長していると、まあ、クオータ制の是非はあると思うんですが、こういったまあ事例があって、まあ、ノルウェーの首相と私たまたま財務政務官の時にお会いする機会があったんですが、こういう言い方をしてました。まあ、男性の育児間参加、女性の M 字カーブ解消は、まあ、ノルウェーなんかでは油田収益とかもあるんですね。そういったこと以上の国益であると。だからそういうところに予算を投じて、まあ、日本で言えば、まあ、今、保険の雇用保険の中から出している部分も一般財源でそういうことをやっているんですね。ですから日本だとかなりの議論になると思うんですけどと質問したら、全くノープロブレムですと、当然国民はそういうところに使うべきだと思っていると、まあ、こういった状況もあることも踏まえながらですね、具体的な質疑に入らせていただきたいと思っています。まあ、今ノルウェーの事例を申し上げたわけですが、大臣、この育免を今後増やしていくためにですね、まあ、現行の我が国の育児休業給付金、まあ、5割という現状があるわけですが、まあ、これを引き上げること、そして、まあ、パパクォーターまでは申し上げません、まあ、そういった効果を生み出すような制度もですね、考えていくべきだと思いますが、その点について伺いたいのと、もう一点、そのための財源として、まあ、今般一体改革が、まあ、前に進んでいく中で、まあ、消費税財源についてもですね、子育て支援に7000億充当、まあ、あるわけですが、まあ、今後の議論の中でまさに私は消費税財源も含めてこの給付金の引き上げに向けた財源確保の議論を進めていくべきだと考えますが、大臣、ぜひ前向きなご答弁をいただければと思います。田村厚生労働大臣。育免議員連盟、猪木委員が肝煎りでお作りをいただきまして、共同代表を私も当時させていただいておりました。まさかこういう立場でご質問にご答弁をさせていただくとは思っておりませんでした。私も役所に来まして、まず厚生労働省どれぐらいなのかなというふうに調べさせました。全国平均今 2.63% ぐらいだったというふうに記憶しておりますが、厚生労働省 10% を実は超えておりまして、平成23年度で 11.4%、 やはりそういう意味ではリードするしなければならない役所としてそれなりに努力してきているんだなということを改めて感じましたので、まあこれなでしこ働くなでしこ大作戦、民主党政権におきまして2020年にこの男性の育児休業休暇取得率をですね 13% までという話がございましたが、まあこれもうできちゃいますんでね、まず大幅に前倒しして平成26年度に 13% を実現しようというふうに、まあ、固くですね、厚生労働省の中で私は指示をいたしました。さらに2030年においてはですね、3割目指せということを一応指示をいたしまして、なんとか厚生労働省、まず見本という形ではないんですけれども、進めてまいりたいと思っておりますし、合わせて役所全体ですとね、まあ、人がたくさんいるから回るじゃないかと、中小零細はそんなことできないだろうというご意見もありますので、例えば地方の厚生局でありますとか、労働局、それから基準監督署、こういうところも調べたら結構高いんです。そういうところも。じゃあどうやって人をやりくりしているかということも含めて、事例集を作れということを申しまして、今だんだんそれが出来上がってきておりますので、それをまたネット上で公開をしてまいりたいな、まあこういうような努力もさせていただきたいというふうに思っておりますが、今、実はその取得率を上げるためには、当然ですね、まあ、合わせて、しっかりと休業の保障もしなきゃならんという話で、今 50% というのは、これは雇用保険から出ておりますが、これを上げようというと、まあ、委員おっしゃられます通り、そもそも失業給付が 50% からという話がありますから、
それを上回るような、まあ、給付率というものはですね、問題があるのではないかというのが、まあ、当然これ、雇用保険を扱っておられる方々のご意見であることは理解しなきゃならないということでありまして、じゃあ別の財源をしっかり持ってこいと、特に消費税を上げるからという話でありましたが、残念ながらですね、これ我々がやっているときに、あの例の三党協議、三党合意したんですけど、その中に入れられてないんですよね、これ。これが我々残念だなというふうに思っておりまして、本来はそこにしっかりと明記をしておけばですね、胸張って、ここでこんだけ持ってこれるんだということが言えるわけでありますが、いずれいたしましても、財源しっかりを確保することが前提でございますので、これはなかなか与党だけではできないわけでございますから、超党派で協力をしながらですね、なんとかそういう方向性に向かっていけるように、共に努力をしてまいりたいなというふうに思っております。はい、委員長。柚木道義君。はい、大臣が最後に言っていただいたですね、まあ、そういう方向に行けるようにということで、まあ、我々超党派議連としてもですね、まあ、まさに今後の国民会議の議論、確かに三党合意の中にはそういう書かれ方をしていると同時に、まあ、昨年成立した子ども子育て支援法の付則第2条にですね、まあ、私はこの読み方は当然この育免支援も含めてですね、財源充当と読める文面だと思ってますので、これぜひ本当に超党派でですね、まあ、こういうことに対しても応援しようじゃないかと、女性が頑張れるということはやっぱり男性がその分シェア分担をするんだということも含めてですね、重要な先ほどの待機児童の解消ももちろん重要、私も直面している、しかしそれ以外のところについても財源充当ですね、ぜひみんなで力を合わせて進んでいきたいと思いますので、先ほどの方向性を目指していきたいと言っていただいたところをぜひ大事にいただければと思います。続きましてですね、まあ、この、まあ、育免の施策を進めていく上で重要なポイントが一つ、やっぱり企業に対する支援だと思うんですね。で今日皆さん方お手元に資料をお配りしてますが、これ2枚目以降見ていただくと、両立支援助成金の概要、まあ、代替要員確保だったり、休業中の能力アップ、就業の継続、あるいは支援、子育て支援助成金など、まあ、こういう制度があったり、まあ、あるいは次世代法の中にクルミンといってですね、まあ、育休とかをちゃんとその整備している企業に対しても含めて、まあ、行動計画を立てて実施したところに、まあ、これ1700社ぐらいが取得をされてますが、まあ、こういう制度があってたりするわけですね。まあ、そういう中でですね、じゃあ企業に対する支援、ちなみにまあこういうことをしっかりやる企業ほどですね、実はある調査によれば企業のいわゆる粗利率が2倍以上高い傾向という調査もあったり、まあ、あるいは国際的には女性の活躍促進が進む企業ほど経営指標が高い、まあ、そのためには逆に家庭で育免がしっかりとそういうサポートもするという背景も含めて重要な視点だと思うんですが、この具体的にですね、この企業を支援していくという意味で、やっぱり私はこう具体的な施策を今後拡充していくことっていうのも安倍総理も所信でおっしゃってますから、これは当然やっていくと、私も今日そこまで踏み込まなくって、むしろ逆にですね、アナウンスメント効果も含む企業に対する支援策というものを2つ提案をさせていただきたいと思います。まず1つは、両立均等のその企業に対する表彰制度がファミリーフレンドリー企業とかあると思うんですね。まあ、私の地元岡山で言えばベネスコーポレーションとか最初の受賞だったり、まあ、日本 IBM さんなんかでも、いわゆる男性の育休管理職も含めて非常に取り組みが進んでいると、まあ、そういうのがあるんですが、それはあくまでもその、まあ、ワークライフバランス先進企業というかファミリーフレンドリー企業という名称なんですね。ここはぜひ一つその育免プロジェクトもう肝入りで今やっていただいて、父さん育児の日で10月19日育免の日と、まあ、そこでいろいろ発表されてるんですね。育免の星とかあまり知られてないと、まあ、PR も含めてなんですが、私はぜひこの時に育免先進企業と、つまり男性の育休取得率 2.63 というのは調査で出てますから、まあ、ぜひですね、まあ、これ業種業態別なのか規模別なのか、そこをどう整理するのかはご検討いただく中で、まあ、そういう育免先進企業というのも表彰する、まあ、民間側の育免オブザイヤーとかね、育児オブザイヤーとかもやってますが、ぜひ育免先進企業というところに光を当てて表彰いただく、まあ、その正直あんまり予算がかかるようなものでもないと思いますし、それを一つ一点お願いしたい。でもう一点はですね、実は経済産業省と東証が連携してなでしこ銘柄、つまり女性の管理職が一定の指標を超えたときに、そこが、まあ、そういう銘柄で選ばれて、まあ、当然企業価値ブランドイメージも高まって優秀な人材も集まって企業の業績も好転すると、まあ、これをですね、ある意味側面広報支援とも言えると思うんですが、育免銘柄、これぜひ厚労省とちょっとですね、東証とで協議をいただく中で工夫をいただければ、この2点ぜひちょっと前向きにご検討いただきたいんですが。田村厚生労働大臣。育免を支援する企業を
表彰する、まあ、どういう基準にするのかというのはあると思いますけれども、決してこれは悪いことではないことは当たり前でありまして、まあ、お金がそれほどかからないというのは魅力的な話でございます。しっかりとですね、検討させていただいてですね、ぜひとも実現に向かって進めてまいりたいというふうに思います。それから育免銘柄に関しては、まあ、厚生労働省からどこまで東証に対して影響力があるか分かりませんが、大変、面白い、と言いますか、まあ、意味のある申し入れでございますので、こちらの方も何らかの形でですね、東証の方にお願いをさせていただきたいというふうに思っております。以上、平君。ありがとうございます。まあ、そういういろんな取り組みの中でアナウンス効果も含めてですね、ぜひ男性の方が育休を取りやすい環境を、まあ、どう言いますか、制度面からもそうですけれども、まあ、マインド面からもですね、ぜひ応援をいただければと思っています。で、次、内閣府さんの方にちょっと具体的な、お伺いをします。まあ、先ほど申し上げたように、安倍総理所信で女性支援の、具体化を明言されておられまして、まあ、2020年 30% の女性管理職達成、まあ、今のペースだと非常に厳しいんだと思うんですね。で、まあ、そういったことを考えたときに、今後フォーラムでの議論が進んでいくというのは聞きしているんですが、まあ、そのフォーラムの議論の中でですね、まあ、若者と女性とそれぞれ のフェーズでやっていただくということなんですが、これぜひですね、このイクメンプロジェクトについても、まあ、例えば関係のファザリングジャパンとかそういうまあ有識者というか団体の方なんかもなんか意見聴取される機会も予定があるようなんで、ぜひこのイクメンプロジェクトというのも一つ特出しをしてですね、推進をいただきたいというのが一点。それからもう一つは、自治体との連携です。これは例えば広島県湯崎知事が自ら育休を取られて独自 の支援策もされて成果を上げられてたりですね、あるいは福井県の企業子宝率といってですね、まあ、企業在籍時 そのお子さんの出生の数が公表されて、まあ、そういうところで働きたいという方でどんどん人材が集まってきたり、いろんな効果も生み出しているなどですね、まあ、独自の施策があるわけですが、ぜひこの育免特区というか、まあ、育免特区的なというふうに言った方がいいのかもしれませんが、まあ、そういう自治体とのモデル事業、これをぜひ内閣府さんの方でですね、ご検討いただければと思いますが、いかがでしょうか。内閣府佐村男女共同参画局長。今先生お話ありましたように、2月13日に第1回の、若者女性活躍推進フォーラムが開かれまして、女性の活躍促進特進の取り組みを行う企業等への支援や、あるいは女性の継続就業、再就業支援に向けたキャリアアップ支援や、あるいは男女が共に仕事と子育てを両立できる環境の整備といった、課題が挙げられてございます。それで今後、これもお話ありましたように、女性活躍促進の視点から議論を重ねる中で、育児に積極的に参加をしている、いわゆるお名前のファザリングジャパンに関係する男性も含めて、幅広いライフステージの方のお話を伺うということにしております。男性の育児参加の促進につきましては、委員からご指摘のありました育免プロジェクトや、あるいは自治体との連携、先進的な取り組みを支援する事業などを含めまして、女性の活躍促進策の一つとして、厚生労働省など関係省庁としっかり連携をしながら、政府全体で検討してまいりたいと考えてございます。以上。柳君。ありがとうございます。ぜひ、厚生労働省とも連携をしてですね、お取り組みをお願いします。で、最後ちょっとですね、育免と関連して、まあ、最近ケア面という言い方はご存知ですかね、大臣。介護する男性、これですね、まあ、結構その、まあ、言葉で言うとこうなんですけども、男性介護だけじゃなくて家族介護、今切実な状況になってきてますよね。で、その視点で一つ伺いたいというか、提案なんですが、まあ、本当に孤独死孤立死、まあ、特に都心部、まあ、あるいは家族介護などでケアラーへの支援ですね、で、無理心中ともすれば殺人、まあ、我が岡山県でもそういう痛ましい事件もかつてありました。まあ、そういう中で、まあ、これもちろん育免が増えていくと将来のケア面が増えるんじゃないかという見方もあるんですが、現状今すぐですね、やっぱり今の実情を考えたときに、ちょっと一点、その質問全く別の視点になるんですが、まあ、家族介護、もちろんそれも一生懸命されている方おられるんですが、やはり介護の社会化という中で介護保険制度を導入して、この間介護職員の処遇改善ですね、これをやってきたと。で、本当にこの前の自公政権さんの時に処遇改善交付金、これ1万5000円、その前の9000円、まあ、我々当時4万円アップを掲げて、
で、まあ、議員立法で、まあ、全党一致で委員長提案でこの1万5000円の処遇改善を実現したと、まあ、そういう意味では残りあと1万6000円まだ頑張らなきゃいけないということで、まあ、実は当時私もあの政府にいたときにそれこそ補正でやろうじゃないかという話もあったぐらいなんですね。財務と厚労でちょっとやり取りをあの政務の中でやってました。まあ、そういう状況を考えたときにこの年度末に介護職員の処遇改善加算の効果がまあ出てくると、年度末つまり今月中です、この調査結果を踏まえてですね、2年後の報酬改定を待つんじゃなくてですね、本当にこの必要性が認められるときにはぜひ、まあ、期中改定とまでは申しませんから、まさに処遇改善、まあ、我々議員立法についてもこれちょっと検討しなきゃいけないなという議論もあるんですが、ぜひ政府の方でもですね、まあ、こういった点についての早急な対策ぜひお考えいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。大臣、田村厚生労働大臣。まあ、このまず家族介護の問題は、まあ、この子育ても大事でありますが、こちらは大変な状況でありまして、子育てはある程度目処が立ちますよね。いくつになったら手から離れていくと。しかし介護の場合はどこまで続くかよくそれはわからないわけでありまして、そういう中においてまあ、ケアラーの方々、家族介護されている方々は大変ご苦労いただいておると。ケアラーを応援する実は勉強会議員連盟を作ろうと自民党の中でも私大臣になる前に動いていたんですが、残念なことにというか大臣になっちゃったもんですから、そちらの方は今携わっておりませんでありますから、そちらはそちらでしっかり支援をしていかなければならないと思います。一方で、まあ、社会的な介護という意味からすると介護職員の方々のこの処遇の改善、自民党政権、自公政権でもやってまいりましたし、その後受けて民主党政権下でもおやりになってこられました。これ実際問題どういうような状況かしっかり勘案しながらさらに上乗せという話よくわかるんですが、一方でやはり財源という大きな問題があるのは事実でございます。財源をしっかり目処が立たないことにはですね、それはなかなか進んでいかないという問題もございますし、介護職員だけではなくて福祉職員、いろんなところでまだ待遇低いんですね、福祉職っていうのは。だそこも考えていかなきゃいけないということでございますので、総合的に勘案しながら、ここは検討していく問題だというふうに思っております。以上、井上君。ご答弁ありがとうございました。最後にちょっと宣伝しておきます。厚労省のイクメンストラップ、私もつけてますんで、大臣ぜひバッジまでつけることは申し上げませんので使っていただいて活用いただければと思います。介護の方も合わせてよろしくお願いいたします。ありがとうございました。